そこへ目的地へ故郷渋滞は続いて最近へこんな愛ができてお墓地に座って心拍数が増えた社会人になって思いを背負って思い知らされてら母親がいつか愚痴に言った夏休みのある小学校誘った女の笑顔が姫酔いばかり待った身振り手振りが大きさで東洋人の顔して西洋人のフィッシュでずっと気を取ってスポンポンにしちゃえば同じもの届いてんだ面倒くさくなって送るのもよして一人きり情熱を振り回すから聞いてちょうだいって慣れたい回して合鍵をくれんだマスコミが怖いか結局は貯金箱の中一つをしまった誰を信用して何に不当してこの席歩けばいい出来レースでもって勝敗が違って握手を送るべきウィナー永遠を
探し最短距離で駆け抜けるよ。僕らは夢みたいにくさまよって変わるにしては骨折ってリハビリしてんだ。いつの日が君に届くかないな。心につけたプロペラ時空を越えて僕らは夢にあまりさまよって大いなる流れ漂って作品を立てんだ。もっとこの僕を愛してほしいんだ。月夜に浮かぶ虫けら光の差す声、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 光の差す声。